まずそのなんだろうな、そのグラビアっていうものってなんだろうっていう話なんだよね。グラビアが、なんか私がやっぱりどうしても女性写真家っていうのを踏まれちゃうことが多くて、グラビアを撮るっていう時に、女性写真家、どういうこと？女の人だから撮れるものみたいなのを前提なオファーしかほぼ来て、それは言われることで、来ていなくて、例えば女性同士の目線でユリっぽくとか、友達同士でみたいな感じの設定感だったりとかを踏まれることが多いんですけど、なんか それだけでやってる。でも本当はあの男性写真家さんが撮ってるグラビアの撮り方はじゃあ自分はできないのかなみたいなのとか、いろんなグラビアに対しての疑問が結構戸田さんと一緒にいる中でも、戸田さんを撮ってる写真はグラビアじゃないんだろうかとか、なんかそういうのが日々あって、でなんかなんとなく狭くなってきてるのかな、グラビアが、今出てるグラビアっていうものが、なんか人を撮るっていうことよりとにかくエロくだったりとか、そういうのに偏っちゃってるものも中にはあったりするじゃないですか。そういうのをが目立ってきてると、なんかあれグラビアってこんなに写真表現として狭いものだったっけみたいなのが感じられてきて、グラビアってなんだろうっていうのを思って撮り始めたっていうのはあります、なんかそのなんか質問を何個か投げてもらってる中で、そのなんか質問を見て、グラビアって自分にとって一体何なのかっていう話を思った時に、やっぱりね、仕事なんだよね。なるほど。商業なんですよ。はいはいはい、はい、なんかやっぱあくまでもそれは自己表現ではなくて、まずオファーされたものであり、撮ってください、そう、撮ってくださいであり、編集部に対して言われたものプラスアルファみたいな感じで返していく仕事なんです。はいはいはい。でプラスさらに言うと、まあ、これは理想なんですけど、その被写体の人の記録になっていくわけじゃないですか、例えば誰々の10代の頃の写真とか、20代の頃の写真集とかっていうのって、一つの記録として残っていくものとして、すごく機能の面としてはそういうふうに機能していくなって思うんですよ。その被写体の人が昔の自分が撮られた写真集を見て、あ、こういう時もあったなとかっていうふうに思ったり、まあ、それが一つの記録になればいいなっていうふうに思う、まあ、それ理想でしかないんだけど、でもあくまでもやっぱ商業の上に成り立っているものであって、それは芸術でもそういうことでもない。なるほど。お話しした時か何かで読んだかちょっと忘れちゃったんですけど、その足立さんとの写真を出すようになって、こう写真家っていう色がつき始めてきたら、仕事が減ったみたいな。あ、それはね、それはまた別の話だね。また別なんですね。なるほど。だから写真家的なイメージがつくと、あんまり商業やんないんだろうなっていう感じで仕事が減るっていう状況が生まれるんだけ ど、それとはまた別で、また別で、例えば写真、そのなんていう の雑誌の8ページのグラビアの構成とかを、例えば編集の人が普段はやったりするけど、いやちょっと一緒にやりましょうとか、いやこれちょっとどうなんですかとかっていうのを結構やってたの。はいはい。でそうするとね、良くないんだよね。本当に良くないの。そうなんです。だからやっぱそこまでコントロールするのがいいかどうかはちょっと分かんなくて、で結果的にやっぱ写真好きだから、ちょっとそっちに寄っちゃうのよ。そうですよね。でそうするとユーザー的にはどうなんだろう、まあ、読者的にはどうなんだろうっていう部分があるから、芸術に寄りすぎちゃう。そう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 、はいはいはい、こっちの写真の方がいいじゃんみたいな感じありますよ、ね、なるじゃん、なんかそのバランスをすごく重要にしなきゃいけないんだけど、あまりにもちょっとあの写真原理主義者的な感じになっちゃったから、あんま良くないなと思って、それはもう控えるようにしたの。じゃあそこのセレクトとかレイアウトは編集さんの方、そう。ただやっぱりその大舞台でどれだけふざけれるかっていうのがすごく重要で、なんか例えばなんだろうな、一冊写真集すごいもう絞りまくってるとか、なんかその今の要はグラビア写真みたいなものに対するアンチテーゼがすごいやっぱ強いのね。あ、そうなんですね。そうだからなんか例えば一冊の写真集でさ、12着とかさ、ポーズ数なるべくいっぱい着たいとかっていう要望が出てきたりするけど、それに対して挑戦できるときは、いやその半分ぐらいでいけないですかって、だって着せ替えになっちゃうから、なんかやっぱりその
ワンポーズでどれだけ撮れるかっていうのがやっぱ勝負じゃない、うんうん、てか、ね、あの衣装を変えて気分、うん、なんか雰囲気変えるのってちょっとやっぱ、まあ、ギミックっていうとちょっと言い過ぎだけど、うんうん、でもちょっとねやっぱそういう部分はやっぱあるから、うんまあ、もちろんそういうふうにやらなきゃいけない被写体もあると思うの。やっぱ表現力がない人はこっちが下駄を履かせてあげないと難しいから、だからそうやって百何十ページとかを持たせていく、まあ、それは一つの技術だと思うんだけど、でもやっぱりそのなんか例えばポーズ数を減らすとかで、なんかなんだろうな、いわゆる普段の撮影っぽくしないとか、はいはいはい、なんかやっぱそういう部分で戦ったりとか、あともうほとんど後ろぼかさないとか、だいたいみんなぼかすから、でこんだけ感度上げれるカメラなのに、うん、なんでぼかしまくってんのって、なんかはいはい、はい、ぼかしって あれなんか雰囲気よく見えるだけだから、なるほど、なんかねやっぱ写真いい感じにしちゃってるだけというか、そうだからね情報量がすごい少ないんだよ。あそう、あでも、うん、思いますね。結構海外に行くじゃないですか、今は行けないですけど、うん、行く行く、あのそのタレントさんの写真集って、うんうん、でもなんかそれの背景をほとんど見えてないというか、そう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 、ボケてるから、これここに行った意味あるのかなみたいな、なんでってことでしょ、なんでってことな、思いました。そうそう、だから確かにやっぱ絞った方がいいし、なるほど、なんか感度1万ぐらいまでいけるわけじゃん、はい、いけますね、今ソニーのカメラだったらやっぱ11とか16とかで、うん、例えば撮ってみた方が、まあ、その人の作風によると思うよ、はいはい、柔らかくしたい人もいるだろうし、うんうん、でもやっぱその絞っ思いっきり絞り込んでごまかしが効かない時にこそやっぱフレーミング とかそういうところで勝負やっとできるような気がしてて、なんかそういうなんか面白みっていうか、そういうなんか見てる人には分かんないかもしれない、はいはい、でもなんとなく分かるかもしれない、うん、何かが伝わるかもしれないです。なんかやっぱそういう部分ってすごく重要なんだけど、なかなかやっぱ分かんないよね、作ってる側も、はいはいはい、でカメラマンもやっぱ挑戦しないから、うん、まあ、どん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 やっぱりあのすごく丸いものになっていってて、そうですよね、さっき言ってた補修にどんどんなっちゃう、そうそうそう、うん、でやっぱグラビアって本当に、まあ、これ商業の話でね、うんうん、グラビアって本当にあの、まあ、言ってみればフリースタイル、超フリースタイルを求められてる現場だから、うんうん、なんかラフもあるわけではないし、あそうですね、まあ、ざっくりしててここに行って大体何体ぐらい撮って、うん、まあ、夕方に戻ればいいぐらいの感じ、うんうんうん、すごくざっくりした内容じゃないですか、うんうん、ですね、で巻こうと思えば巻けるし、はいはい、じっくり撮ろうと思えばじっくり撮れるし、ワンポーズに対して、はい、だからそれはもう本当にカメラマン次第だから、うんうん、なんかやっぱそんな現場ってもうないと思うんですよ、うんうんうん、その商業、あの仕事の上で、そうですね、そうだからなんかなんだろうな、あの写真を撮る上でのその最後のフロンティアだと思ってて、なんかやっぱ一つのやっぱカルチャーだから、うん、そういう現場はやっぱ残していかなきゃいけないと思うし、うんうん、やっぱ後世のそのカメラマンになる人とか、あこんな面白い現場があるんだ、うんうんうん、こんなことができ、写真でこんなことできるんだっていうのも、うんうん、やっぱちゃんと残していかないとなんかもったいないし、なんかそれこそ本当商業カメラマンがどんどんつまんないって思われちゃうから、だからやっぱもうちょっと夢がある部分だしっていうところはすごくあって、だからそういう意味で存続させていくためには自分は何をやったらいいんだろう、まあ、そこまで大冗談には構えてないけど、うんうん、単純に自分が楽しんでやることがすごく重要だから、うんうんうん、結果的にいいことになるような気がしてるから、だからやっぱりそのなんていうの、女性カメラマン的な部分、まあ、別に性別がどうっていう話ではないんだけど、うんうんうん、でもやっぱりその人だからこそ撮れない写真っていうのは絶対的にあるから、うんうん、だからそういうのを拡張していくというのはすごい重要なんじゃないかなっていうふうに思う。